人生に挫折した27歳貝崎新た。人生やり直してみませんか。リライフ、それは1年限定で高校生に戻り人生をやり直す実験。私の席なんですけど。あ、すみません。二度目の17歳、想定外の出会いが運命を変えていく。春になったらみんなの前から消えるんだよな。みんなの記憶もなくなるんだよな。みんな元気で。リライフ、俺石尾さんに出会えてよかった。